はようございます。まあ本当に真っ青でいらっしゃるよ。それほどまでにご心配なさっているの、総督がご覧なさったら必ずお怒りも解けるだろうと考えられますがね。総督にお目にかかるなら私は奥様へご面会いただきたいですが、お宮さん、どうか私に同情を寄せてお目にかかれるよう手続きを願いたいですが。それは私が飲み込みました。もう奥様もお目覚めでしょうから、じゃあこうしましょう。あなたはこちらで待っていらっしゃい、私はあちらへ参りまして奥様をお連れ申して参りましょう。何分よろしくお願いしますよ。実に親切な夫婦だ。特に屋号、あんな実意のある男とは思わなかった。さあ勝さん、奥様もお連れ申しましたから、何事もよくお打ち明けなさって十分お願いなさいまし。よしおさん、昨夜はとんだことでございましたね。どうも、それで弱り果てているのでございます。どうか奥様、あなたのお口添えで総督へのお詫びが願いたいのでございます。大略はお宮からも受けたまわりましたが、日頃からお気に入りのあなたのことですから、夫もさぞ腹の内ではお気の毒と存じているに相違ありますまいが、何分にも民政長官のおけがというので、それが大層よくないのでございますが。奥様、私は全体ならば腹でも切って申し訳をせんけりゃならんのですが、今死にますのはいわゆる犬死に、私は総督には一方ならぬご恩を受けた身でございます。北京城乗っ取りの折などは弾丸雨季のその間で国家のために一命を捧げる時は今じゃから、死なばよしよう。それほどまでにおっしゃってください。そのご恩を報ぜるのみか、自分のご迷惑で非常にご迷惑をかけました勝義を、死んでも罪は消えるのでございます。それゆえ今一度元の副官に服し、より一層忠義いたしたい考え、何とぞこの義雄が胸中をご検察の上、閣下のお怒りが解けますようにお願い申すのでございます。あの勝さんもおっしゃるのですから、どうか奥様、どうかよろしいようにおっしゃってくださいますよ。私からもお願い申します。あなたのご心底がよくわかりました。よろしゅうございます。きっと私がお受け合いいたしまして申し上げるでございます。私の願いを聞いてくださらないうちは、夜昼なしに旦那様をせきかけて、ご飯の時でもよしなってからでもこのことばかり申しましたら、必ず目的を達するだろうと存じます。なんたるありがたいことでしょう。あなたにそう言っていただくと、もう閣下がお許しくださったように嬉しく感じるのでございます。お、いや、あちらの庭から旦那様がうちのを連れてこちらへおいでのようですね。あなたがおいでではよくありますまいから、
お外しなさったらいかがですか。さよういたしましょう。じゃあ何お願い申します。よろしゅうございます。さようでございましょうね。お座敷のうちでも私は迷い子になりますから。これは良い東屋じゃ。ここで休息して行こうか。さあ、おやすみ遊ばせ。今あちらからちょっと見たら何者かもう一人いたようじゃったな。忽然として消え失せたのは煙見たようなやつじゃないか。煙のように消えも入りたいと言っておいででした。あの勝義雄さんが。勝義雄が？どうしてお前のところへ来ていたの？吉尾さんは本当に正直なお方で、どうぞ許してあげてくださいまし。私のお願いでございます。本当にお酒の上での失策と真実後悔していらっしゃるのですから、もしあなたどうかお許しが出ますように私からもお願い申します。ねえ奥様、吉尾さんは本当にお気の毒ですわね。どうも勝君は人気役者で、随分とごひいきができたですな。お前さん、なんですね、そんなことを言うもんじゃありませんよ。宮郷さんと一緒にお願い申しておくんなさい。どうか何分よろしくお願い申します。吉尾の精神は特に見抜いているから、別に悪意のあってしたことでないとは知ってはおるが、外国人の前で紳士と逃走したる、それのみか民政長官に不祥をせしめたのじゃから、今というてそうはいかん。いずれ機会を見てからにしよう。それなら早いうちにはお許しですね。お前に免じて少しも早う。今晩ではいかがですか。今晩というわけにはいかん。それなら明朝。どうもえらくせき立てるな。まるで娘が芝居をねだるようじゃないか。でございませんければ、明後日の朝か昼か晩方か、ようござんしょ、そのうちで。もうたくさんだたくさんだ。わしは何もお前の言うことを否みはせんが、まあそのことは気の向いた時にしてくれ。ですがこれは他のお願いとはわけが違いますので、まあお風邪を召すといけませんとか、それミルクを召し上がれとか、やれお手袋をお忘れなさいましたの、それお羽織の襟が折れておりませんとか、このように申すのと同じことでございますね。おためと存じてなんですから。分かったよ。もしあなたが私のことをどのくらいまで可愛がってくださるかを試すつもりなら、もっと難しいことをお願い申すのですけれど、わしはお前の言うことを否まんから、お前もまたわしの言うことを否んではいかん。しばらくここを外してくる。
さようですか。それでは朝飯の支度でもいたしましょう。お邪魔なら参りましょうじゃございませんか。無邪気なことを言いおるわい。もし総督閣下。なんじゃ、イヤゴ。つかぬことをお伺いいたしますが、奥様とあなたのお間柄を勝義義は存じておりましたでしょう。義雄は初めから関係しておったのじゃが、何のためにそんなことを聞くのか。あ、いえ、ただ気の済むようにお伺いしただけで、別に深い司祭はございません。気の済むようにとはどういうわけか。え、私は勝氏が関係しているとは存じておりませんでしたからな。二人の間にたびたび斡旋の労を取ってくれたのじゃなあ、イヤゴ。義雄は正直な男じゃないか。正直かかります。正直とおっしゃいましたか。そうじゃ、正直と言ったのだ。私の存じておりますのでは。何と考える。何と考えるって。どう思っておる。いや、どう思うと言って貴様、大目を見たようなことを言うな。察するところ言いにくいような厭うべき秘密でも持っておるのか。先ほどからの様子のうちで額に深いシワを寄せたのは、頭の内に収めきれぬことをじーっと抑えたと見たはひがめか。貴様がわしのためを思うなら隠さずに発表したがよかろう。どうもご婦人の性質と申しますものは、夫に知らせぬ楽しみをいたしてみたいかして困ったものでございます。徳田の低層だのと申しましても、何それは貧困を慎むというのではなく、貧困を人に知らせないためにするのでございます。まさかそうでもあるまいが。ご自分の実のお父様の目をくらませて閣下とご結婚なすった奥様じゃありませんか。ものの見事に目くらになさった歯の腕前、それは可愛い顔をしてても油断はいなりませぬ。そのすごい腕前で、あんなことやこんなことやぞ。あ、いやいやいや、これは大変失礼いたしました。つい閣下のことを心配申し上げすぎて、口まで喋りすぎてしまいました。いいや、貴様の真実は忘れぬぞ。今お話ししたことで別にご感情を動かしではございませんか。少しもない。そうでございますか。心がかりですな。なに、そんなことがあるものか。ああ、そうでございませんと第一にこの私が困ります。義雄は私の親友でありまするし、他にはですとも適役でございます。それに今申し上げましたことがすべて事実とは限りませんからな。わしは友根を疑わない。そうであっていただきたいです。いつまでも閣下のお考えの通りであってもらいたいものです。しかしながら、自然のうちに不自然のある試しも少なからぬ。そこでございます。思い切って申しますと、どうもあなたのようなこの色の黒いゴツゴツした無骨者のところに奥様がおいでなすったのなんざ、まさにこれは不自然の甚だしいもの。あ、ごめんなさい。失礼はお詫び申し上げます。しかしその不自然がまた自然に帰ってきた時もございますら、つくづくこの頃奥様はよくよくお考えでいらっしゃらないかと。あ、いや、これは私の考えでございますが。いや、あ、もう分かった。お前はあちらへ行ってよろしい。あ、もしまた見たことがあったなら、最大漏らさず知らせてくれ。貴様の女房にもよく言って。かしこまりました。
でございますが、今申し上げましたことはどうかここだけのことでお忘れなさってくださいませ。何しろ勝義雄は適任者でございます。復職については奥様もどれほどお心を砕きになってらっしゃるか、それほどまでに義雄のことを思ってらっしゃる奥様を悪くおぼしめしてはおかわいそうにございます。気遣いするには及ばん。あなた、まだこちらにいらっしゃったのですか。朝のご飯が大層遅くなりましたね。さ、食堂へいらっしゃいませんか。奥様はあなたが召し上がりにいらっしゃるのをお待ちなさっていらっしゃったのですよ。すっかり食事を忘れていた。顔色が悪いござんすが、どうかなさったのですか。頭痛がしていかん。では額をお拭きなさってはいかがですか。このハンケチにはたくさん香水が含ましてございますから。そのハンケチではわしの大きな苦痛を拭き取るのにあまりに小さすぎるのじゃ。もういらん。食事にすぐ行く。さあお前も早く来なさい。珍しいこともあればあるもの。旦那様が奥様に強くお渡んなさるとは。ハンケチ持ってる。これは多分奥様のだろうから。おいおい、おみやちゃん、そのハンケチをどうするのか。どうといって奥様のだろうと思いますから持っていって差し上げますのです。奥様のハンケチとだ。どれちょっと貸してみろ。おお、確かにいい匂いがする。ああ、良い香りだな。私のような世帯じみた匂いとは別でしょう。おう、ちょっとでいいからこれを俺に貸さぬか。いけませんよ、奥様のだろうと思いますから。どうだかそれはわかるものか。とにかくちょっとでいいから貸せな。何にするのですか。あ、そうだ、貴様もうすうすは存じておろうが、奥様をつけ回すロトリックをわしに運動費を出して取りなしを頼んでおるのだが、この台湾にまでついてきてまだかとまだかとせき込まれるには、このわしもさすがに弱っておる。お前さんは本当に良くない人だ。あんな人のいい人を黙くらかしても。いい加減およしなさいよ。罪というものですよ。ああ、もうよすよ、いい加減よすよ。運動費が出なくなったらよすよ。でもそんな了見なんでしょ。本当に困ったお前さんですね。そんな小言はどうでもええ。とにかくこれをちょっと借りるからな。いいな。いけませんね、そんなことをしては。へえ、やかましい。女は黙っておればいいんだ。貴様はどこまでも知らんかをしろ。そしてこのハンケチをこの俺が持っていった、なんか誰かに喋ろうもんだったらどんなことをしでかすか知れんぞ。そんな人を天使に持ったね。かつ義雄でも天使にしたらよかろうが。バカなことをおっしゃいます。このハンケチがね。